サテンさん、大丈夫？はい、おかげさまでだいぶ楽になってきました。あ、ミサカさんとサテンさん発見です。ごきげんよう、姉様。それにしてもあっちいですわね。二人ともお疲れ様。そっちも忙しかったみたいね。よりにもよって一番暑い時間帯にパトロールの仕事だなんて、貧乏くじを引かされたわね。先輩方は揃いも揃って朝とか夕方ばっかり独占するからやってらんないですわ。ジャッジメントって下は小学生とかだったわよね。その子たちもパトロールに参加してるの？まさか。中高生限定ですわよ。あの、サテンさんは大丈夫だったんですか？ミサカさんからいただいた連絡で大方の状況は把握していますけど、朝から熱中症気味だったのに、さっきまで行方不明で、しかもスキルアウトに絡まれてたんですよね。あれは絡まれていたというか、絡んでいたというか。大丈夫よ。さっきまでアブダクションでホルモン焼きだって叫んでいたぐらいだから。なんかいろいろと深刻そうじゃないですか。まあまあ。ところでさ、クロコ、何ですの？町からごっそりアンチスキルが消えてる。ジャッジメントが代わりに出張っているわよね。これってなんかヤバい事件でも起こってるわけ？なんでもありませんわよ。本当に？お姉様が思わずよだれを垂らして首を突っ込みたがるような大事件なんて起きてはいませんわ。ダメですわよ、お姉様。そんな沈黙攻撃をされたところで、私はジャッジメントの一員として守秘義務がありますの。ですから絶対に口を割りませんわ。そう、なら仕方ない。クロコは諦めてウイハルさんを攻め落とそう。あ？ほーら、ウイハルさん、今ならバニラアイスが乗った特大パフェが待ってるぞ。猛暑の炎天下でパトロールしていた体には甘くて冷たいものが欲しいでしょ。なんならこのスプーンで、はい、あーんってやっちゃうぞ。アンチスキルは死神カキコのせいでビップ警護に忙しいんですわ。ですから代わりにジャッジメントが一般的なパトロールに駆り出されているんですの。そうだったの。そう言いました、全部言いました。ですからそれは中止ですわ、中止。むしろ喋った私に、はい、あーんと。死神カキコって何？白井さん、喋っちゃダメですよ。言われなくても分かってますの。いいじゃん、ちょっとくらい教えてくれても。死神カキコって何なのよ？死神カキコっていうのはですね、うん、サテンさんが復活しました。死神カキコっていうのはですね、ネット上に広まっている都市伝説のようなものなんです。のような？どういうこと？普通都市伝説って誰が最初に言ったかわかんないものじゃないですか。でも死神カキコについてはその辺はっきりしているんですよね。その辺の掲示板を覗けば結構ありますよ。死神カキコってハンドルで書き込んでるの。つまり死神カキコっていうのはネット上のストーリーじゃなくてキャラクターなの？ですよ。掲示板に突然現れてはそれまでの話題をぶっつり切ってしまうんです。で、いきなり〇〇くんの寮のコンセントにはホコリが溜まっています、早く掃除しないと火事で死んでしまうかもしれませんって感じで謎のアドバイスを残していくんです。うわ、それ実名の名指しなわけ？はい、
だからおっかないんですけどね。みんな新手の殺人予告系レスなんじゃって噂してます。最近そっちの取り締まりが厳しくなって、ストレートにいたずら予告ができないんです。もしやったらアンチスキルが部屋に突撃してきたりしますからね。面白半分にやるにはリスクが高いってわけね。はい、だから死神カキ子は建前を作って殺人予告をしているだけなんじゃないかって。これはアドバイスです。あなたの命を守るためなんですって。うん、その死神カキ子のアドバイスって実際の的中率はどんなもんなの？100発100中ならとっくに逮捕していますわよ。そういや、死神カキ子自作自演説ってのもありましたね。何それ？自分でアドバイスして自分で事件を起こすんです。それを回避できたのは私のおかげなんだぞって。でも死神カキ子って一人じゃないんですよ。もう嵐の定型文みたいになっているんです。とりあえず邪魔するならカキ子って言っとけみたいなノリになっちゃってますよ。だから死神カキ子って個人を追うことに意味はないんじゃないかな。なるほどね。サテンさんのおかげで死神カキ子についてはだいたい理解できたわ。でさっき黒子はアンチスキルは死神カキ子のせいでビップ警護に忙しいって言っていたわよね。それって何なの？それは白井さん、どうするんです？黒子、答えなさい。仕方ありませんわね。その死神カキ子からアドバイスがあったんですのよ。どんな？今日第三学区の国際展示場でビップ様が講演することになっていますの。名前は市澤明子。講演内容は一般には明かされていませんが、来場者の倍率はかなりのものらしいですわ。つまり市澤明子は宇宙人なんですね。で死神カキ子は、うわ、あっさり無視された。死神カキ子は丁寧にアドバイスをしてきてくださったのです。どんな？市澤明子が国際展示場へ向かう途中でテロに遭うかもしれない、だからアンチスキルは体制を強化した方がいいでしょうと。クソったれ。それで街中のアンチスキルをかき集めたってわけ？普通の書き込みならいたずらで済まされる事案だと思います。でもリップに対する攻撃なんてことになったら話が変わりますからね。万が一を回避するためアンチスキルも必死なんだと思います。そんなに頑張ってるなら公演を延期しちゃえばいいのに。その公演には学園都市の外にある複数の協力機関から大使団がいらっしゃる予定ですのよ。今さら予定は変えられませんわ。いたずらで延期や中止になれば大使団はいい顔をしない。かといって放っておいて本当にテロが起これば、それこそ大問題になる。はい、だから大人たちは警備を固めた上で公演を強行するしかないって感じなんですよ。それにしてもまたネットの都市伝説か。VIPを警護するのは結構だけど、肝心の死神カキ子は誰が追ってるの？アンチスキルの対応としてはまず市澤明子の公演を成功させる方を優先するらしいですわ。公演が終わってからじっくり追い詰める予定のようですわね。つまり死神カキ子が殺人予告の亜種で、そいつが本気で事件を起こすつもりなら、以外のレベルはどうあれ事件の発生自体は止められない。ですからお姉さま、私とウイハルは押し付けられた雑用の合間を縫って死神カキ子の痕跡を追いかけてましたの。あんたたち二人だけで？同じことを考えてるジャッジメントは結構いますよ。死神カキ子を早いところ捕まえた方がいいんじゃないかって。そうした人たちとはネットで連絡を取り合ってます。
さすがに仕事の量がすごいんで直接会っている暇はありませんけどね。噂をすればですわ。誰なの？死神カキコ調査チームの一人、アタツチヨ先輩ですの。ちょっと失礼します。もしもし。アタツ先輩が出てきたってことは多分何かしらの進展があったんだと思います。すみませんけど私たちはこれで。待って、その調査チーム人数は多い方がいいわよね。お姉さま、またそうやって何にでも首を突っ込もうとなさって。いえ、何を言っても無駄ですのね。分かっていますの、分かっているのですけれど。ねえ聞いて黒子、その死神カキコってやつの予告はただのいたずらかもしれないわ。でもエコミチ暴走事件の時には存在しない石垣美穂に踊らされた連中がいた。今回も同じことが起きるかもしれない。襲う方も襲われる方も取り返しがつかないことになる前に止めなくちゃ。私も協力させてもらえませんか。あんなこともう繰り返すのが嫌なんです。お姉様、サテスさん、お二人の気持ちは分かりましたわ。お二人が調査に参加できるようアタツ先輩に相談してみます。